はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。斉藤豊ライジンガールにも気配りについてです。ライジンガールの青色こと福江菜々香ちゃんがおっぱい丸出しの写真を連発し急ブレイクしています。そんな中、謎の回復力の原因かもしれないという斉藤豊選手の構文を使いツイートを調子乗ってしていました。なんとそのツイートに斉藤豊選手が返信していました。さすが気配りの人です。一切下心はないでしょう。次のニュースです。青木真也ぬるま後明らかに刺されるについてです。なんとワンで秋山が絶対有利なキックボクシングで対戦すると思われる青木真也選手ですが、大変な被害に遭いました。移動に使う自転車のサドルとタイヤをめった切りにされていたのです。おそらくぬるま後明らかのせいでしょう。次のニュースです。チョコボール武田媚び売り YouTuber についてです。黒いは強いと豪語し、日焼けサロンの案件や色黒を売りにしたチョコボール武田でしたが、なんとライジンのスポンサーが湘南美容クリニックに変わった途端媚びを売りまくりました。今では美白に目覚め、美白美肌の動画を上げるまでになってしまいました。この尻尾の振りようは恥ずかしい限りです。来年スポンサーが AV メーカーソフトオンデマンドになり、早く知る男優としてデビューしてほしいものです。次のニュースです。クレベルライジン王者に挑発についてです。ライジントリガーにおいて佐々木うるか選手と戦うクレベル小池選手ですが、自分のことはフェザー級1位に、ウルカは15位だ、戦いたくない、また牛久選手のことを牛久は何でもない、1試合だけ戦っただけ、9年間彼女もいない、ニア童貞だ、牛久チェリー潤太郎だと、自分は美人妻がいるからと言ってマウントを取っていました。さすがにライジン王者がニア童貞なのは恥ずかしいので、早く卒業してほしいものです。次のニュースです。 K1 美女女子高生ファイターに悪夢訪れるについてです。本日クラッシュにおいて、おっぱいのない可愛すぎる菅原美優ちゃんと女子高生美少女ファイターキラちゃんがそれぞれ戦います。しかしここで悪夢が起きました。なんと美少女女子高生ファイターのキラちゃんがヘソピアスをしていたのです。これは清純派 AV 女優にタトゥーが入ってきたことが分かったぐらいなえる案件です。もう応援しません。次のニュースです。朝倉未来格闘技界を舐めるについてです。最近本業の YouTube の再生数が不調で、ミックンファンにも心配されている朝倉のミックンですが、なんとチュッパチャップスを気持ち悪く舐めていました。おそらく格闘技業界を舐めてるのでしょう。次戦は堀江選手と対戦してほしいものです。次のニュースです。アントニオ猪木快挙達成です。なんとアントニオ猪木選手がプチトマトを食べていました。難病にも負けず頑張ってほしいものです。次のニュースです。ライジン父なし女快挙達成です。ライジントリガーの事前番組を金原選手と出演していたジェームス・アダムス・クルミカーン父なしが快挙を達成していました。なんとカチューシャが似合ってたようです。試合当日もゲスト出演するそうなので、頑張ってほしいものです。次のニュースです。K1 元王者の姉、快挙達成です。K1 元王者、江川祐希選手のお姉ちゃん、エロテロリスト、エガサリが快挙達成しました。いつも海辺の近くでエロい写真を撮っていましたが、おそらく海辺に生息するエロテロリストということが判明しました。快挙達成です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、コンビニダイエット飯もご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。